はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安瀬でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、いつものようにね、健康でおるためにですね、この体にできることをね、お話ししていくんですけどもね、というかね、その白血病になってね、その入院して退院してその後の生活で、ある一部の人がね、勘違いされているんで、ここでちょっとはっきりと言いたいんですけれども、だからはっきりと言っておきたいんですけどもね、ずっとのた打ち回ってるような布団の上で寝てるような状態ではないんですよ。そんな状態が続くようであれば、病院からね、絶対にね、もう入院せえってね、こう言われてますので。ほんでね、僕はそのよくね、その治療のために免疫抑制剤を飲んでいると言っているんですけども、簡単に言うとですね、風邪ひいた時にね、飲む風邪薬みたいな感じで飲んでいるんですよ。だからね、風邪薬も風邪の症状を抑えるために飲みますよね。例えながら言いますけども、免疫抑制剤も風邪薬も、骨髄移植、風邪の副作用、症状を抑えるために飲んでます。治療のためにね、その免疫抑制剤を飲んでいるというのはですね、病院で何かしらこうしてもらうために免疫抑制剤を飲んでいるわけではありません。視診、問診、触診っていうね、普通の診察はね、してもらってますけどもね、それが続いてる以上は、まだまだその完治はしてませんのでね。で、ほんでね、最近はもうしばらくここ1年くらいはね、このチャンネルではですね、白血病の症状というよりは、退院してその後の体の変化についてっていうお話よりも、健康でいられるようなことをテーマにお話をするっていうチャンネルになってますけども、それはね、骨髄移植のね、副作用やね、その免疫抑制剤の副作用の症状が悪化していないからなんですよ。悪化し続けてたら、今こんな症状でこんな状態なんですわってこうね、お話しすることができますけども、常にね、そのような状態が続いてるわけじゃないので、そこはすみません。ある一部のね、方に勘違いさせてしまう情報の発信の仕方になってしまっています。本当にすみません。というかね、なんで僕もね、こういう風にね、健康になろうっていうね、ことをね、こう発信しようっていう風にね、思って行動をとってるかっていう風にちょっと考えたらですね、人間ってね、こう病気になったら、やっぱり健康になりたいってめちゃくちゃ思うんですよ。で、ほんでね、その今の僕の体の状態を考えながら、こうね、ちょいちょい調べて、考えて、で、ちょい試していって、で、これはええやんっていうようなことを思ったことを動画でこうやって喋ってます。で、僕がそうやってね、発信した情報がですね、その皆さんの何かしらにお役に立てていればな、ええかなってね、なんてね、思ってるんですよ。だから今このチャンネルっていうのは、健康でおるために体にできることを発信して、たまに僕の病気の、その後の体のことを喋るというチャンネルでございます。その最近の僕のこのね、発信しているチャンネル、動画がですね、ほんまに最初は入院中の体のね、白血病の治療の抗がん剤の症状とかっていうのとかね、骨髄移植をした直後の体の症状っていうのをこう喋ったりとかしてまして、患者としてのリアルをね、発信してたんですけども、やっぱりね、最近またその時見てくれてた人たちがたまたま再生してくれて、僕のチャンネルを再生してくれて、この動画何の動画になってるん、何のチャンネルになってるんみたいなことをね、疑問に思う方がいてるんですよ。今はね、僕の今の体病気もめちゃくちゃ白血病やね、骨髄移植の副作用で苦しんでるっていうわけじゃないので、今はその健康的なことを、健康になろうってね、これをしてたら健康になれますっていうことを過ぎて喋ってるので、これからもね、こんな感じでね、思いついたことをね、動画にしてね、健康にいいことをね、喋っていきます。ほんでね、そんな今回はですね、僕の体の状態に関しての、お話になるんですけども、体重とね、血圧がね、戻ってきてるかもしれません。今までね、その体重がね、53キロ台で、血圧が上下、まあ、90
90代から60代でした。でぶっちゃけね、体がねフラフラしてる状態やったんですよ。で最近ではあのね55キロ台で、体重がね55キロ台 で血圧が上下100台80台まで増えたので、あの少しで心の中でね、このえ太った、俺高血圧やんと悩んでたんですけども、でしかもねその夕食後にね体重を測るとですね、たまに56キロ台までね行ったりしてることもあるんですよ。でもこれってよう考えたらね、えこれって正常ちゃうんかなって思えるようになってきましてね。でも血圧に関してはね、まあ、あの以前にも話 しましたけども、一般的に唱えられているその家庭血圧の正常値っていうのは、最高血圧が上が135未満で、下が最低が、85未満でございます。で一方ね、その病院の診察室でのね血圧の正常値っていうのは、最高血圧が、上が140で、下が90未満でございます。で体重も BMI 値ってあるじゃないですか、あれがね22がね適正だとねされていますけどもね、あの今の僕の体重と身長からね、あの算出したらですね、18から20、最近 19. 点なんぼなんかな、あのそれぐらいをねこの行き来しておるんですよ。だからね、あのモデル体重とね美容体重ってあるんですけどね、18がモデル体重で、ね、20未満が、美容体重っていう風なところがあるんですよ。なんとね、そのねモデル体重美容体重のジャンルにね僕ね入ってしまいました。まあね、モデル体重とはいえどもですね、あの道端アンジェリカさんよりもね体重がまあ 3,4 キロ多くてですね、身長が1センチ低いので、あのとてもね自分がモデルだなんてね思いませんけどもね、まあそれはいいんですけども、まあ体がフラフラしてるという表現はね、まあどっちかっていうとまあ良い表現としてはね使われませんが、まあまさにその通りですよ。あの全身に力が入りませんし、ということはその踏ん張れないのですごいね危ないんですよ。でもね、その体重と血圧がね戻ってきたことによってですね、ちょっと踏ん張りが最近効いてきたんかな的な感じにも思ってます。体重がねその54から5キロ台になって、まあ、血圧もねその100台とね80台になりましたのでね、でそのおかげで本当にねその少しだけその全身にグッて力が入るようになりましたし、少しだけグッとね踏ん張れるようになってきました。で、まあ、そうなったのもですね、あの今ずっと見てくれてる方は分かると思うんですけども、あの僕歯が2本ほどね戻ってきたんですよ。戻ってきたって言ったらいいんかな、増えた、何でしょうね、治療で元に戻ったですね、だから戻ってきたんですよ。なので少しだけですけども固形物がねあの噛んで食べれるようになったからなんですよ。であとまあその最近ではそのちょっとだけねお茶湯をね飲み始めて体の調子が良くなり始めたのかもしれません。でもね、なんかそのお茶湯は体重の増量とはね考えにくいですし、でそれにね食べれるようになったといってもね、その粘膜障害が痛いので、まだまだその流動食よりで、あのほんまに固形物たまにしか食べてないんですけども、それに相変わらずなんですけどもね、味付けはねほんまにしてないです。まあね、その歯がねあの増えたことでね食べれるようになったからといって、その調子乗ってねその味付けっていうのをしてしまうとね、し始めてしまうとですね、あの塩分が高くなってね、どんどん血圧が上がって体重も増えます。これは非常にまずいです。血圧がね高くなって体重が増えるとですね、他の病気になってしまう可能性が上がります。でそれにねその免疫抑制剤を飲んでるからね、さらにそのリスクがね上がるんですよ。だからね、その味付けを楽しむのはねもうまだまだ先の話かなとね思いますね。とは言ってもね、実はね少しねあのお出汁で味付けをねする程度はねできるようになったんですよ。あの味噌汁ね、お味噌汁にねその味噌を溶かす前程度の工程あるでしょ、あれくらい の, あのお出汁の感じなんですけども、でそのお味噌を溶かす前に1人前だけ、ね、お椀に取っといて、避けといてから家族の分の味噌を溶いて、それを家族に味噌汁として出してるんです。でそのねあの味噌汁もね、まあ、具だくさんにすることによって量も多くすることができるので、僕も食べれるし、子供にもねその野菜をたくさん食べさせることができるので、すごい助かってるんですよ、そのやり方をしたらね。それらを始めてから体重と血圧が少しずつ復活してきましたし、でそれを始めてから少しだけ体に力がグッて入るようになりましたし、少しだけこうグッて踏ん張れるようになってきました。ということはね、僕体悪かったんかなやっぱりってね思いますよね。こう元気がなかったり体に力が入れなかったりすると、まあ今日はたまたまなんかなってね思うかもしれませんけども、その病気をしてからね体の微妙な変化にねその敏感になってきました。
と最近気づけるようになりました、まあ、考えすぎかもしれませんけども、悩んで悩んで悩みまくってね、そのいっぱい調べ物をしまくってますとですね、でもどうしてもねすごい難しくなってくるんですよ。考えすぎたりね調べまくったりするとね。でもそれはそれなりにね、あの納得できて満足するんですよ。そのやったことに対してね、答えが出てきたことに対してすごい満足するんですよ。例えばね、血液検査やったらその数字で全てねパッて表されますけども、でも実際に体で感じ取れないものがほとんどなんですよね。まあでもね、まあ感じ取れる頃にはまあどっか病気ですよね。でもね、この力が入るとか踏ん張れるとかっていうのはこう実際に体で感じることなので、すごい現実的なんです。まあね、小さいことですけどもね、まあこんなことをね気にしなくてもいいようにね、早くね皆さんのようにね、あの元気になりたいもんです。まあ皆さんみたいにね元気になったらね、そして元気な皆さんでも、まあ、体のこんなね微妙な変化を感じれるようになったらですね、まあいろんなことがね大事に至る前になんとかなるかもしれませんので、まあ皆さんもね、その微妙な変化ならね、ちょっとの修正でね、あの修復できると思いますので、まあ一度ねゆっくりね体にね集中してみてください。僕はね、その歯のね回復がきっかけでね、その体調とね気分がね少し良くなってきたとね感じてます。まあ皆さんもね、良くなるきっかけになるきっかけが見つかるかもしれません。まあそんなきっかけになった歯をね見てもらいね、あの今から、歯医者へ行ってきます。もうねお気づきだったことでしょうけどもね、あの車の中で撮影してるっていうことは病院の診察前ということでございます。なのでまあ今から行ってまいります。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。